RB のダニエル・リカルドは F1 オーストリア GP の予選で11番手。チームメイトで14番手となった角田勇気より前のグリッドを確保した。今季は大いに苦戦していると評価されているリカルドだが、これまで角田に負けた時にもそれほど大差だったわけではないと主張。僕は、そんなに早くない相手、にやられているわけじゃないと語った。 リカルドはオーストリア GP の予選 Q2 で11番手。10番手となり Q3 進出を果たしたアルピーヌのエステバン・オコンとの差はわずか0.015秒だった。そうだね、すごく僅差だったと思う。そうリカルドは語った。ロックアップしたりして、コンマ数秒失っていたら苛立だっていたかもしれない。でも、今回のアタックは結構良かった。満足している。 走るごとに0.5秒とかコンマ数秒を削り取ることができた。モッドタイムを削れるところはほとんどないところまで来られているように感じる。悪い感じはないね。でも93までとても近かったので少し苛立つよね。それでも昨日からの進歩には満足している。今季のリカルドは角田に大きな差をつけられることが多く、 大いいに苦戦しているとの評価が一般的それにより来期のシート獲得が危ういのではないかとの噂が広がっているわけだただリカルドいわく角田とそんなに差があるわけではないという今年は確かに角田よりも良い成績を残せるような好調な日もあったけど全体としては期待されていたり自分が望んでいたような結果とは少し違う そうリカルドは語る。でも、勇気との差が0.5秒とか、そういうことはめったになかったはずだ。先週だって彼は僕に対して0.1秒も差をつけていない。彼は今年、多くの賞賛を受けている。つまり、僕はそんなに速くないドライバーにやられているというわけではないんだ。誰もが彼の一周のペースがすごく速いことを認めていると思う。 チームメイト間の戦いについては確かに注目される。でも今日はアタックをまとめ上げることができて満足しているしみんなを少し静かにさせられるかもしれないね。